兵筆頭の全員直哉は怒ると、あ、に濁点をつけた泣き声を上げる。直哉は、いとこの仁一くんの顔をディスっているため、自分の顔はそこそこ良いと自負している様子。一方で、東司くんと牧ちゃんの顔は高く評価していた。直哉は、術式至上主義の全員家では冷遇されていた当時のことをリスペクトしており、あっち側、と称して悟ると同等に評価している。直哉は、語尾にハートがつくお茶目な話し方や流暢な関西弁が特徴的で、声優には、弱ペダの御堂筋やコナンの沖田を担当している遊佐浩二さんを推す声が多く出ている。